おつかいちゃんです。ラットです。そしておつちゃん、ローボちゃん、はい、なんかすごい挨拶やな。はい、というわけで久しぶりにね、まあ、ローボちゃん過去彼女さんコラボというわけで今日はね何やろうかなってなって、じゃあバトルしたくないみたいなんで彼女が、まあ、ローボちゃんがね、なんで今日はローボちゃんがトロ4200上がったぐらいなんですけど、そうトロがなんか結構上がった、前多分3000何歩とかだったんですけど、結構なトロが 2,300 ぐらい上がったらしいんで、でなんか勝手に僕が進めてたデッキを変えてね勝手になんか自分で作ってそのデッキで上がったっぽいんで、今日はそのデッキを使ってね僕もトロ上げしていきたいなと思います。イエーイ。はい、というわけでこれねロボちゃんデッキらしいっす。なんかもうウルトラぶっ詰めたみたいなね、うん、ウルトラ入れとけば勝ち、はい、みたいなんでね、ぜひウルトラレア持ってる方は4000体ウルトラレアぜひ使ってくださいというわけで、正直まあ使い手がいいと勝てちゃうみたいなのがありますけど、うん、はい、というわけでやっていきます、よろしく。で、まあ、バルーンとかディガーとかがないんで、このデッキは結構なんかねファルチュとかそういうのが多分厄介になるとね、厄になるよね、嫌よね、嫌だ。あとあれかウィザード、そうとかネクロとかもかな、うん、結構処理できないんでね、そこがすごいだるい感じかなと思います。というわけで、まあ、ラバがないんで他のカードで回していきます。これ見て勉強なる？うん、なる。本当に？うん、思ってる？思ってるはい、というわけで、まあ、ここの相手が逆差し攻めてきたんで、インドラで溶かしつつ陸をね、バリキリで処理していきます。だけでまだねラバが回ってないんですよね。これ普段だったらどうする？適当に出す。適当やな、うん、はい、というわけで、まあ、これでね防衛しつつラバが回ったんで、ここからねラバ展開をしていきたいですね。でここはなんか相手が攻めてきたので一旦ね防衛します。ザップ打たれたらダクネ出します。よいしょ、やばいやばい、クラロアの動画撮ってる時にクラクラの通知が来たまあまあまあスパセル大好き大好きなんでね。はい、というわけでここね相手がプリンス出してきて、まあ、守って、まあ、ラバ展開とりあえずね暇になっちゃうんでラバ展開します。でこの状態大体そうですね、ロイジェイプラスのミニペッカーさっき攻めてきましたね。はい、来ましたね。でここはまあミニペッカーを抑えるのであればバルキリア出した方がいいんですけど、インドラが勝手にもう防衛してくれてるので、ここはもうあれですね、許容して、攻めてあげますね。でラバの後ろはこのできるだけ ねこのランバーを出してあげると、ラバプラスランバーがめっちゃ強いんですよ。大体この左のねインドラも処理しないといけないんで、左側にダメージ入るし右側ねもうラバプラスランバーだけで、なんかラバプラスダクネとかもすごい強いんですけど、ラバプラスランバーがマジで強いんで、それ意識するだけで勝てますね。であとはこんな感じでね後ろから学年サイトカード回しつつ、その前にね端前選ばして、ここは多分守れないかもね、もしかしたら。まあでもスケアミで囲んであげて、ダクプリのねターゲットはバルキリーが取ってるんでね。はい、というわけでこれねもうあと最後追加して、もう余裕のよっちゃんですね。すげえ、まあまあ出来が強いけどね。まあ言うと思ったけど、うん、まあでも結構ウルトラゲーですね、うん、ウルトラゲー、ウルトラ入れとけば勝ちやろちょっと舐めてるんですけどねこの人やばい、村がチーフマットから攻撃受けていますけど、やばいやばい。というわけで、まあ、次ですよね。またラバがないんだよね。ラバがあったら結構ガンガン出す、初っ端のラバ出す、ラバがあったらって教えてもらったからなるほどね、俺かそれは、うん、そう教えてもらった。とりあえず後ろからユニット来たら、まあベビードラかダクネか、基本4コスなんで3コスがないんで、まあ、若干重たいですけど後ろから重ねていきます。でそうですね、相手のユニットに合わせて基本ユニット合わせる感じですね。でバルキリーとランバーとスキャミって結構陸が豊富なんでね、そこが結構強みかな。ウィザードとかネクロとかを処理しやすいですね。これも嫌い。エレキ、うん、
あエレクトロイザードも若干厄介ですね。ああこれはもうねコストないんで守れません。守れないんで、守れなかったらもう守らなくていいです。その代わり守らない分こっちもねそれ以上の攻撃を相手にダメージ入れたいです。というわけでまたねランバーで攻めます。やばいやばいやばい、待て待て、俺のやばい、このメガゴがすごい厄介。オッケー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 、このランバーがマジで強いんですよ。このランバーがよいしょ。インドラがねエレキに簡単に処理されちゃうのが辛いですね。これですね、うん、でもここで今逆に相手もエレキ使ったんで、次なんか相手が攻めてきたらこっちのインドラがねわかる、ぶっ刺さるっていうのが、うん、相手が今エレクトロウィザード使ったから、うん、ここでまあランないんだけどねインドラ、うん、相手が攻めてきてもインドラがもし手札になってインドラだけでほぼ防衛できるみたいな。これダクネのコウモリを生かしたいんで、こんな感じでダクネの前につけてあげて、これもインドラねつけてあげたらこれだけで相手はこれインドラの処理が相手はできないですね。今あと2枚3枚もう1枚出力かな、もう1あれ回ったかな、これちょっとそれごとないなってなったら後ろからこうユニット割いとけばこれで守れるからよいしょ、ね、もう今相手もうなんかだるそうやな、すげえと思って、思ってない思っとるよ、めっちゃだるそうやなっていう、いいそんなことない、僕このオッケーオッケーオッケー、これまたねランバー攻めで強いんでね追加してあげて、これでも相手が毎回防衛ポイズンとかしてきてダメージが入んないですね。また後ろからユニットを出していきます。ここバルキリーで受けて、これまた繰り返してるだけですね。なんか相手が防衛ポイズンしてるときに無理やりユニット追加してもポイズンで溶けちゃうから、うん、相手が防衛ポイズンしたらユニットね変に追加するんじゃなくて、あんまりなんて言うんだろう、一旦休憩、そう一旦休憩で後ろからっていうね。俺のランバーがどっか行っちゃった、どっか行っちゃった。あでもこれこの間に逆サイが結構入ってる、やばいやばい、なんかいっぱいいるいっぱいいる。これはでもねバルキリーが強いですね。まあムートもしっかりダクネで押さえてあげてよいしょ。俺の声がもしかしたらちっちゃいから入ってないかな、さすがに大丈夫か。ザップ打って OK で、これ意外と左のタワーを狙うんですけど右側のタワーも入りそうなのでダメージ、うん、これちょっとやばい。 OKOKOK スケルトン部隊が強いですね。というわけでラバ出して、おなんか相手おしゃれ、これバルキーを同じところに重ねてあげると、うん、割り込むから、うん、このターゲットがねムートがまたバルキリー殴るよっていう。へー、これでまたダクネ結構後ろからでもいいかな。相手がファルチェとかウィザードだったら、うん、ダクネに出しても溶かされちゃうんで出さない方がいいですね、うん、でこういう時にちょっと必殺技的なのね、この真ん中にスケアミを出すと、うん、まあ、あ待って、真ん中にスケアミを出すと、うん、これムートがなかったら本当は両方に行くよね、キングタワーこんな感じ、うん、だから真ん中スケアミ出すと結構キングタワーをね狙いたい時、狙いたい時こっそり狙えるっていうのは、ワンちゃんなんか真ん中来るですね。よいしょ。今日本語おかしくなった。ん？タラちゃんみたいな。真ん中来るですね。そういうこともあるよねっていうだけで、これね、これはまあ攻め大事ですね。エレキとかもし出してきたもん、これランパがいることによって相手ね、そう、このエレキは結構処理できる。こっそり。でこっそりこれキング狙ってる。こっそり。でもタワーの竹がそっち行ってなかったですね。結構追加してもいい状況だと思うんですよね。わよいしょ、これインドラが最後、おお正直なんで勝ったのって感じでしょ。うん、ちょっとよくわからん、いっぱいごちゃごちゃしとった。これはそうですね、まあ難しいですけど、まあ、ラバプラスランバーが大事ですよと、うん、ね、もう一戦いっとく、やる、いや、やってみる、最初1分マジで最初1分、はい、というわけで今から1分間、はい、指示をお願いします。いや見とくから、じゃあラバを出します。なるほど、うん、もうああやめてやめてやめて、言わんで言わんで言わんでやめて
はい、ラバを出します。右側にしよう。プリンス来てます。これどうやって守るんですか。スケアミ、はい、よいしょよいしょよいしょ。さあ1分長くない？まだ20秒、いや残り1分までにするか。うん、それはいいわ。これどうすればいい？さあインドラを出す。さあ叩かれそう、叩かれそう、マジ。ああ、もったいない。まあ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 、ちょっとだるいな。あはーい、で枯渇ゲーだ。これどうすればいい？これ一回待っていいな。うん、1分経ったよ。うん、じゃあ1分半までやろう。どうすればいい？右のプリンセスを処理したいな。じゃあどうする？そう、オッケーオッケーオッケー、よし、ザップとかでいいんじゃない？オッケー、イエーオッケー。しかもダメージもそんなだ。まあでももうちょっと見たいみたいなとこある？うん、変わる？うん、まあ、変わったらでも普通に勝っちゃう多分。いいよ、頑張って。削ったけどね。でここは相手がユニットで攻めてきてるときに、うん、普通に一回受けから行きますね。で結構バレラのスケアミで守れるんでと思ったから、プリンスにスケアミは使わないといけないんで、相手のバレラはランバーで基本防衛したいかなと思ったけど、バレラ来なかった。あはー、うん、バレてたランバーが強い。すごい。でここは多分大丈夫ですね。うん、で端前プリンか端前吹きはですね来て、あ後ろ面白くに出して、やばい、これあのバレー飛んできた瞬間にバレ切り出せば完封できると思うんですよね。うん、ちょっと遅かった、これちょっとやばいかも、これでも地味にうざいよね。うん、そうなの、吹きやね。うん、で読み打ってさっき転がされたんで、今度場所を変えてね、こっち側に。あでも OK で、左側はこれ無視していい。これあのランバーが最強ね、攻めで。うん、もしかしたらロケットでね全部殺されちゃうっていうですよね。うん、そう。でもコウモリ生きた。そう、なんかスケルトンとかも入ってる。すげえ。オッケー。おお。あれもあのバルキリーでこれ美味しい、これメガナイトで踏んだ時ぐらい美味しい、これ。すげえ。もう。え、いつの間に出したん？すごくない？え、今。スケアミを出した。うん、よいしょ。プリン処理しちまえばいいと、多分ダクネとか結構だるいはずなんですよね。あと300が問題削れないんで、僕はちょこれもう一回バルキリーで、よいしょ。でスキャミ多分読みウッドが、ああ危ない、読みウッドが来てると今僕はね危なかったですね。これまあ端前からラバ出すだけで、あとラバが6回つついたら勝ちみたいなのがあります。うん、よう覚えてるね、6回つついたら。いや正直適当。いいね、319だから、うん、ああ邪魔すんな。まあ約だった、そうやった、イエイ、最初の1分半の私のおかげや。まあそうしとこうというわけで、うん、こちらねなんかトロ4000ぐらいかな。まあウルトラレアがやっぱトロがあの4000とか5000とかだと多分なんだろうレベル上げやすいというか、うん、しかも強いんで、ね、使いやすいと思うので、うん、ぜひこちらロボちゃんデッキね、このカードあるって方はぜひぜひ使ってみてください。はい、というわけで今日はねすごいまったりしすぎだったんですけど、最後までねありがとうございました。というわけでまた、はい、見てください。ではお疲れ様でした、おっちゃん。